ドイツ国鉄霊ゴ形状機機関車は、ドイツ国営鉄道の旅客用テンダー式状機,機関車である。1930年代の欧米の鉄道界では、自動車や飛行機の発展などの要因により、鉄道が次第に競争にさらされるようになっていた。そこで、鉄道の競争力をつけるべく、列車の高速化のための技術開発が各国で積極的に推進されていた。 ドイツにおいては、フリーゲンダーハンブルガーのような機動車が製作され、1930年代前半の時点で、平均速度ベースで世界最高速度の列車となっていた。しかし、機動車の場合、出力に対する重量の制約から、軽量化の必要があり、居住性の点で客車に比べて難があった。そこで、居住性の優れた客車で高速化を行うべく、 高速蒸気機関車の開発を行うこととなった。また、1933年にアドルフ・ヒトラーによるナチス政権が成立したこともあり、当時、米英物に並ぶ鉄道先進国としてドイツ国家の威信をかけた機関車の開発が必要とされていた。このような状況下でドイツ鉄道開業100周年の年である1935年に製作された蒸気機関車が レイゴ形状機機関車である。キャブフォワード型のレイゴ003号機ドイツ国鉄の急行旅客用場機機関車として増備されていたレ三3、型の154号機で1934年に行われた試験的な流線形改造と、その結果をもとに新規に設計、製造された急行旅客用場機機関車で1935年に2両。 1937年に一両が、いずれもボルジ飛社で製作された。車体形状は流線型を全面的に採用。シリンダは3気筒式。動輪直径は01型や03型での 2000mm を上回る 2300mm となり、淡水車も連続運転を前提に、淡水搭載量を増やしたものとなった。最初の二両は落成後後後日する。 高速記録達成などの試験が行われ、その後1936年春から、ハンブルクアルトナ機関区に、配属のウェーベルリンハンブルク間の特急列車1往復の専用機として運用を開始している。最高速度は時速 175km、平均速度は時速 119km で、機動車による列車には少し及ばなかったものの、当時としては、 世界最高水準の高速列車であった。最後の1両は、流線傾斜体を有するが先行の2両とは異なり、運転台を最前部に配置し、運転台後部にボイラーと過失を設けるという非常に特徴的な構造が採用され、淡水車からの球端には、車上で粉砕した石炭を蒸気で前方に送るという方式が採用されたが、不具合の多さから、 通常の石炭でなくより細かい微粉炭を用いるものに改造された。落成直後に高速試験機として指定された05002号機は1935年7月26日に試験用客車3両を牽引して時速 195.6km を記録。翌1936年5月11日には客車4両を牽引して高速試運転が実施され。 ベルリン・ハンブルク間の下り間、勾配上で時速2 0 0 4トルという蒸気機関車としては当時の世界最高速度を記録している。この記録は史上初めて蒸気機関車による時速2 0 0トル走行が達成されたことも意味する。この記録は1938年にイギリスのマラード号によって破られるまでのわずか数年間のものではあったが、 ドイツの鉄道技術の水準を世界に知らしめることとなった。改造された05003号機、ニュルンベルク交通博物館にて展示されている0 5 0 0 1号機1939年に第二次世界大戦が勃発すると、ドイツ国内の高速列車は運転を中止した。05計画機はベルリンハンブルク間で軍用列車や政府関係の列車を牽引することとなった。 05001号機と05002号機は、戦時中に、車体下半分の流線形のカバーを撤去。05003号機は、球体方式の不具合解消を兼ねて1944年に、流線形カバーをすべて撤去し、通常の運転台配置に改造。車体には、戦局悪化を反映した迷彩や、防弾板を施した状態で運用された。終戦後、ドイツの鉄道当局は、 これら3両の機関車を廃車にする予定であったが、1950年にクラウス・マファイ社にて再生工事が行われ、1951年までに全車本線上に復帰した。しかし、工事前の001号機と002号機に残されていた流線型のカバーは全て撤去、蒸気圧力や出力を低下する改造も行われ、戦前の高速性能は失われた。 1952年のドイツ連邦鉄道発足後は3両とも、同国鉄の所属となり、霊語型として、急行列車を牽引し、1958年に3両全車が営業運転を終了した。霊5002号機と霊5003号機は1957年までに解体されたが、霊5001号機は、ニュルンベルク交通博物館に生体保存されている。 その際、流線型カバーの一部が復元されている。1939年により、日本において弾丸列車計画が始まったが、弾丸列車専用として、数種類の大型電気機関車や大型蒸気機関車を製作、投入することが予定された。その中で、旅客列車県引用の蒸気機関車として、HC51K と呼ばれる、三道軸の蒸気機関車が計画された。これは、 ドイツの霊ゴ形状機機関車に習ったものとされている。弾丸列車での使用では、霊ゴ型を上回る性能を目指していたとされ、もし実現すれば、文字通り世界最速の蒸気機関車となっていた。しかし、当時の日本の鉄道技術力、工業技術力、国力を勘案すると、到底実現できるものではなかったとも言われている。太平洋戦争の戦局が悪化したことで、 弾丸列車計画は頓挫し、HC51 系も構想で終わった。ありがとうございます。